一言で言えば産業界とのつながりになります。工学研究科では様々な産業、社会活動に関わる科学技術を探求し続けていて、主要な技術分野でグローバルに活躍する教員が揃っていることに強みがあります。工学は数学や自然科学の知識を応用し、より便利なものやこと、これまでになかったものやことづくりにつなげる、いわゆる発明、イノベーションに最も近い学問分野といえ、科学技術イノベーションを牽引し、 より快適な社会の実現に直接貢献することに醍醐味があると言えると思います。加えて言えば、名古屋大学は世界でも有数の産業集積地に位置しており、高度工学系人材の育成、排出において、工学研究科には大きな期待と責務があります。こうした社会ニーズ、時代の要請に応えるべく、充実した教育カリキュラムの実践と先導的な研究に取り組んでいます。 工学研究家の教育カリキュラムを通して様々な専門知識や能力を習得することができますが、実際の企業活動、ビジネスにおいては、そうした知識や能力をうまく活用応用し、人的ネットワークも使って課題解決に取り組むことが求められます。自身の専門性を高めると同時に、コミュニケーション能力と行動力、実践力を身につけるように心がけてもらいたいと思います。様々なことに興味を持ち、視野を広げるとともに、 目標を設定し、積極的、自発的に行動を挑戦することで、柔軟な行動を乱す発想や判断力を磨き、リーダーシップを発揮できる人材に育ってもらいたいと思います。工学部工学研究科は、現在、学部7学科、大学院17専攻で組織し、多種多様な工学分野全般を守備し、その発展の一翼を狙っています。 今後は分野間の融合や他研究家との連携推進を強化するとともに、これまで以上に国内外の他大学、他研究機関との学術研究交流を加速、活性化することで、教育研究活動においてワンランク上の国際的プレゼンスを目指します。実験演習科目です。決して楽ではないですが、 原理原則の理解を深めるだけでなく、定量的なスケール感や、ものづくりにおいて必要となる工学的なセンスの育成において大変役立っていると思います。もちろん専門科目では、基礎から実用に至るまでの知識のエッセンスを学ぶことができますが、やはり最先端の研究開発に関する内容、話題が聞ける講義は大変興味深かったです。 科学技術の目覚ましい進歩、とりわけ情報通信技術の進展によって産業、経済、社会の構造が急速に変化する大変革時代が到来し希望あふれる未来の創造に向けてこれまで以上に科学技術イノベーションに挑戦する人材が求められています。とりわけ世界規模の問題、課題の解決、SDGs の達成、差し迫った第四次産業革命やソサイティ5.0と呼ばれる 未来のスマート社会の実現に向け多様な産業分野での技術革新が強く求められていて高度工学系人材に対する期待と責務はますます高まっています高度な専門知識と応用技術の宝庫といえる工学部工学研究科で学び新たな社会価値創造に挑戦してもらいたいと思いますまた近い将来皆さんと共に取り組んだ研究開発においてポストコロナ時代の産業 社会変革に貢献する優れた成果が上がることをお楽しみにしています。